前回のあらすじ。これやばいんじゃない？これ奇跡の、奇跡のなんか来てる。これ撃て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 。倒した？え？え？そして物語は続いていく。ウルトラマン、ウルトラマンセブン。うわ！やべえ、これ神曲じゃねえか、これ。なんだこれ。ちょ、待て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 、話せばわかる、話せばわかる。話せばわかる。よし。やべえな、これ。マジで？あ、やべえ。こういう系ですか、そういう系ですか。まず敵をぶっ殺す、敵をぶち殺す。あれでもやめるか、絶対やめるか、これ。休憩しよう、休憩しようかな。よい、甘いわ。乗れねえ、乗れねえな。やーべえ、曲を聴いてんだ、俺は。俺は曲を聴かせろ、この素晴らしい曲を。このいい曲を聴いてんだ、俺は。てれれれれんてててて。ルー、ほい、ほい。やってくれんだよ、もう。なんでもありだな、もう。なんでもありだよ、もう、ザンギエフとか。なんでもありだよ、ほんと。おおおおおお、そういうことか、そういうことだったのか。なるほど。なんか、謎に行ってしまったが。難しいな、これ。あー、くさ、抜けねえな。難しいぞ、ここ。うわー。バグった、バグった、抜けた。やーべー、かっこいいよ、この曲、やっぱな。もう、やばいね。倒せねえ。くわー、この曲が聴けるなんて、もう光栄なことやね。よしよしよし、あー、惜しい。くそー。どう行くべきなんだ、あれは。右のやつが分かんねえぞ。まあ、試行錯誤で行く。これからも。これからも飛び立つウルトラマン。ウルトラマン。うい。曲の最後まで聴いてんだよ、俺は。一番最後とか聴いてんだけど、そこまで持つかな。よし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 、い。これ無理じゃね？どうすんの？あー、こうやっていくんだ。はー。やった。クリア。した？よーし。第2段階。お、かっこいい。来てるぞ、来てるぞ、来てるぞ。ちょ、これ聞きたいな。なんかあんだろ、これ。あー、やべ、超かっこいい、この曲。もうやーべ、うわー、終わった、これ。まあ、こっか。君がくれた勇気は億千万。どうすればいいの？どうすればいいの？ちょ、待って。ジャンプが上がんねえな。こうか。あー、はいはい。いや、無理だろ、これ。なんだ、これ。くっそ、このクイックマンが、クイックマンステージ。おい、どうすればいいの、これ。ちょ、待って。どうあがいても、こっちだ。ちょ、待って。どうすればいいんだ。上がった。多分上がったぞ。あ、ダメだ。あ、もうダメだ。くっそー。上がった。多分俺、上がった。あー、くっそ。なん、ちょっと発想が。うまく二段ジャンプすんだよ。バグった。バグってないで。ふい、こういうことなんですよね。まあ、こっからだな。まだ来んだろ。まあ、絶対来ると。そんなことしてていいの？あなたたちは人でなし。人でなし。人でなし。ちょっと待って、もう。ちょっと、どうやって言ったかわかんなくなっちまった。よし。で、あとは来る。ジャンプする。ジャンプする。はい、ジャンプ。ウルトラマンセブン。めちゃくちゃすぎだろ。めちゃくちゃすぎだな。常にジャンプをしてきて、聞いてくるから。よし。さあ、ウルトラマン。なんじゃこれ、俺何やってんの、もう。うーわ、もったいねえ。今奇跡の荒ずれ行ったのにな。今自分で何やったか分かんねえもん、だって。自分で今何をどうやったのか、さっぱりは適当に言ったらなんかもうクリアしてしまったって今のこと。なん、ウルトラマン、ウルトラマンセブン。よし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 。いけ！いった。嘘だろ。これ超えなきゃいいの。マジで？ちょっと待って。ちょっと一旦見よう。まず、あれが左に行くべ。左が行ったら落ちる。落ちて。やるしかない。生きてる、振り返っても。行くぞ。覚悟はいいか、ウルトラマン。うお、
いいえ、あつら、どこにいるの、何をしているの、うおおすげえ、はは、なんか来た。いや、今日ボス戦2回目だぞこれ。いや、なんでクッパなんだよ。クッパ来た、これどうやって倒すのこれ。でかくね、ちょっと待って、ちょっと待って、どうすればいいんだこれ。なんか出してくんの、おい、ちょ待って、落ち着こう。なぜスーパーマリオワールドの君はここにいるんだね。本当にあれだな。でもこれは普通のクッパだよね。これでもさ、ここにいれば食らわねえんじゃん。端っこにいれば食らわない。ほら、知ってる。ほら。まあ、絶対なんかやってくるけどね。100% なんかやってくるけど。で、これ右に、多分今右に行ってなきゃいけないね、きっと。ほら、食らわ、なんか来た。何これ。動きを覚えるか。次やったらもうあれだ、休憩しよう。僕は休憩するよ、もう。20分ぐらいでっからな。十分だろ。てれ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 。はいはい。はい、まず左。まず左。で、次は右。で、俺もその間にこっちに行きます。間に合うか。間に合いました。はい、間に合った。はい、そこからの。うぃ。この天才的な。何これ、どうすればいいの、お、当てろ。なんか当てんな、これきっと。なんかやんなきゃいけないな。うわー、これ難しいな。パターンを覚えれば。もう一回やるか。パターンを覚えればいけそうだけどな。ちゃんとなんか、儲けのあれを。カールの法則的な。パラパラパパパピー。はい、右。そして右でいいんじゃね、あ、そう、右。どっちか端っこにいればいいんじゃないの、ほら、こういうことじゃん。端っこにいればいいんだよ。で、ああ、行くじゃん。あ、違う、まだだ、まだ。で、こう来て、これどうすればいいんだろう。どうすれば当たるんだ、これ。あ、てら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 。くそー。打つことはできなかった。なかなか面白いな。白熱してきたぞ。白熱、なんかだんだん白熱してきてしまった。ちょっとやめようと思ったんだけど、やめろっつうか、その休憩し、休憩という名の1週間ぐらいのなんかあれをいただこうと思ったんだけど、ちょっとなかなかあれだよ。間違えた、こっち来ちまったー、間違えてちったー。間に合うか、間に合うか。よし、間に合う。また間に合う。いけ、間に合う。よし、ウィー。これ多分普通に打っても倒せねえか。当たる？当たんねえか。問題はこれどうするかね。これなんか打ち方あんだよ、きっと。やばいやばいやばい。あー、どうすればいいんだ、あれ。ちょ、ザンギエフとはまた違う、ちょっとあれだ、これ頭脳戦だな。まず右だべ、まず右に言わなければならん。ああ、やっぱ乗ってるよな、この曲に合わせて乗ってるよね。あ、いや、まあ、このザ・ガイは、男は、男くんは、男 A よ。ああ、なんということでしょう。はい、私は何をしているのか。ファインダーとネクスタイムセクソチャンスユー、これでラストにしよう。これであれだ。ほら、超えていく。やつを。ボスな、ボスだ。一応これもボスなんだろうな。何体いいんだろうね、ボスって。3回ぐるんぐるんぐるんとやって。うれ！ダメか。次こっち。次はあっちだな。あの、ボムをどうすればいいんだ？やべやべ。あれ？ファインダーネクスタイムセクソチャンスユー。